速稼塾の久保です。特別定額給付金のシリーズをずっと取る中でね、もう2ヶ月ぐらい経つんですけども、まあ一進一退する中でね、やきもきしている方もいらっしゃいます。で、これね、特別定額給付金ってのは本当待つだけなんで、やきもきしちゃうんですよね。で、私は並行して何度かお話してますけども、ポイントサイトのモッピーっていうのも2ヶ月前から始めてるんですよ。で、こちらの方はね、やる分だけで、ずっと報酬っていうかね、収入が積み重なっていきますんで、これを考えていくのもいいんじゃないかなと思いまして、今回はちょっと短めの動画でまとめてみようかと思います。ちょっと画面切り替えますね。モッピーを使うとどうなるよってことなんですよ。はい、皆さん、右上の方を見てください。メニューというものがあって、その横に38,512ってあるでしょ。これがだから私が確定した、私のいわゆるね、受け取れるお金の金額です。ポイント P って書いてますけども、これはそのまま円になりますんで、38,512円私は手にすることができたということですね。まだ入金はされていませんけどね。さあ、それでね、何が言いたいかっていうと、特別定額給付金を、まあ、出るんじゃないかどうなんだかって待っているのと同時にですね、まあ、自分でもインターネットでお金を取り出す方法ってのあるんで、それをコツコツやっていたってことなんですよ。たまにお知らせしてましたけどもね。で、モッピーっていうサイトで自分のできそうなのをやっていった結果、私はこの2ヶ月で特別定額給付金は出なかったけども、38,512円を手にすることができたよってことなんですよ。で、これをね、皆さんにもちょっとね、待ってるだけで、もしね、時間があるようでしたらこれをやってもらいたいなと思うんですよ、モッピーっていうのを。モッピーっていうのをやっていただくと、やっぱね、1000円、2000円、5000円、1万っていうふうな金額は自力で積み上げていきます。特に私の場合は2ヶ月がかりで38,512円、何もないよりいいと思うんですよ。まあ確かにね、5万円の特別定額給付金第2弾を期待しながら、いまだにちょっとね、支給のための、まああまりインパクトがないっていうかね、その希望が持てないっていう方いると思います。でも私は少なくとも何も入んなくても、ここに自分で作った38,000円があるんで、まあこの2ヶ月はね、なんかやきもきしましたけども、まあまあこれをありがたくいただいておこうかなっていうことにもなります。さあ、それで今回の動画のまとめですけども、もうほんとシンプルです。特別定額給付金、待ってるだけのものは私たちに、本当に鑑定にメールを送るぐらいしかやりようがないんですよ。でもその同じ手間でモッピーでこうスマホで操作すると、2ヶ月で38,000円になるっていうこの現実もあるわけですよね。これはどうですかね。だからこう鑑定にメールすることに疲れた方、まあ鑑定にメールとかね、事務所に電話、これはね、私はできればやってほしいと思うんですよ。直接権力者に訴えかけること。でもこうやってモッピーっていうサイトも民間の会社がやってることです。民間同士で支え合うってものの一つを利用するのもどうかなと思うんですよ。で、私はモッピーっていうサイトを皆さんにこうやってお知らせすることによって、モッピーっていう会社のその知名度を上げてるわけですよね。一部そのお礼として38,512円がいただけるとしたら、堂々と受け取っていい金額だと思いますし、この2ヶ月私は38,000円作りましたよと。で、未確定で22万とかあるわけですよ。未確定でね。この22万が徐々にこの38,512円に移動してきて、まあ全部ではないですけどね、合計で最終的には10万になりましたって言ったら、まさに、財務省から出てくる10万を待つよりも早くて現実的かなと思うんですよ。どうでしょうか。まあそんなところですかね、今回はね。はい、ということでね、ポイントサイトのモッピーっていうのは、私も2ヶ月前に、こう、アカウント作って始めました。で、始めたのと同時に、特別定額給付金のことについて情報発信しだしたんですよね。で、麻生さんをちょっといじくったようなね、ああいった編集した動画も、並行してやってるわけですよ。モッピーっていうサイトと、特別定額給付金のテーマ。この二つをやっていく中で、何人かの方は特別定額給付金の動画を見る中で、モッピーを始めてくださって、何千とかっていうのもすでに手にしてます。どうでしょうか、これは。できる方だけでいいと思いますけども、できることをやるっていうのの一つとして、鑑定にメールをするのも一つ。モッピーっていうのを使って、自力でね、給付金をもぎ取っていくっていうのも一つ。で、お礼としてモッピーっていうサイト、人にね、こんなサイトがあるよってちょっと言うだけでもいいと思います。このモッピーっていう会社は知名度を上げることによって、いろいろね、ことを有利に運ぶと思いますし、
企業の今物が売りにくいと言われている企業のねチャンスを広げることに貢献できると思うんですよ。さあというところですね、今回は以上でございます。見ていただいてありがとうございます。